私があなたに惚れたのはちょうど十九の春でした。今さらありえんと言うならば元の十九にしておくれ。元の十九にするならば庭の枯れ木を見てごらん。枯れ木に花が咲いたなら十九にするのも安けれど、見捨て心があるならば早くお知らせくださいね。年も若くあるうちに思い残すな明日の花。一銭二銭のはがきさえ千里万里と旅をする。同じ小雑誌に住みながら会える我が身の切なさよ。主さんと呼んだとて主さんじゃ立派な方がある。いくら主さんと呼んだとて一生忘れぬ片思い。奥山住まいのうぐいすは梅の小枝で昼寝して、春が来るような夢を見て、法華経法華経と泣いていた。